ンポン。なんなの、前燃えてます。燃えてるな。大丈夫なんか。ああ、これは炎の映像を上から合成しているだけなので大丈夫ですよ。そういう編集設定の詳細を聞いてるわけじゃねえんだよ。では今日の見てこのハッシュタグでは、そんな番組やってねえよ。こちらです。ハッシュタグ炎上覚悟で嫌いなものを言う。またちょっと攻めたものチョイスしたな。ではこれから先生が世の中の嫌いなことを炎上覚悟で叫びたいと思います。おいおい大丈夫かいな。 YouTube で大炎上なんてうちは勘弁やで。大丈夫ですよ。先生はそこら辺の常識をわきまえた常識人間常備薬なので、問題のある発言なんてしないこともないわけで。落ち着け落ち着け。大丈夫。顔色悪すぎて不安なんやが。では行きます。酢豚にパイナップル入れるのマジでやめてー。ひゃー、言ってしまった言ってしまった。これで私は明日から SNS 上で叩かれまくって、住所特定からのライオンを代引きで送りつけられる日々を送ることに。まあそんくらいなら大丈夫やろ。え、パイナップル農家さんからパイナップルを送りつけられたりしない？それは多分嬉しいことやぞ。なんや、もっと危ないこと言うんかと思ったわ。さすが常識をわきまえてる先生は凡人のうちとは違うな。ふははは、どうでしょうそうでしょう。なんたって先生は天才ですからね。じゃあ次のやつどうぞ。うん、そうですね。チャーハンにグリーンピースはやめてー。ええぞええぞ。次タケノコの里時のこの山だったらタケノコの方が美味しいだろう。あ、え、ああ、うちは知らん。え、え、それだけは言うてはならんことなのに、言うてもうたな。え、え、なになに、怖い、やめて。明日にはこのチャンネルはもうないかもしれんな。やめてー。ごめん。